今週のセレチューブは徳良健と井本康樹の男二人しゃべりスペシャル第3弾今回は学生時代のエピソードなどプライベートトーク満載です。まず最初のテーマはチームで今一番流行っていること。今なんか俺の中で個人的に麻雀を流行らせようとしてる。そう、なんかアプリとかでさ今、ね、対戦できるし、意外とこのチームいないくて、僕家族で家で麻雀とか結構好きだから、麻雀で結構奥深いで、ヤスもやるんですよ。麻雀考えた人、本当に天才すごいですね。麻雀ともやってほしくない、そういう大会。どうやってやったの俺麻雀の、YouTube でさ、人がやってる麻雀とか見るよね。あれ結構面白くない？面白いですね。個人のこう、なんかあるじゃないですか、特徴出るじゃないですか、性格とか。なんかすごいこう、頭を使ったり、人のあれが出るかな。人生やんな、麻雀もう本当に、流行ってることだし、まあ流行らせること。流行らせたね、そう。で今キヨとかもアプリで、デイちゃんも今アプリで撮って。誰が一番強いんですか？いや、ヨイチローじゃん。わかんないけど、だってヨイチローなんかそのゲームとかでアプリとかでもう中学生ぐらいからやってる人だから。自分も高校高1です。でしょ？でもさ歴がさ、ヨイチローが年上だからもう10年ぐらいやってるわけじゃん。そうなん。多分ヨイチローだ。でもあれゲームでさ、ただ対戦、オンラインでやる違うんよね。実際はいよね。続いてのテーマは俺のセブンルール。2人が試合に向かうまでのルーティーンとは？結構これやるんですよね。食べ物とかじゃないんですけど、うん、そのスニア当ての右左とか結構やります。どういうこと？右から入れるとか？いや、一応右左ってあるんですけど、そのスニア当て別に右妙を左につけてもあんま変わらない。変わらないね。なんでそれをこう、あ、前の試合このスネ当てでが左で勝ったなと、うん、それをやります。やるんだ。で、なんか前半、ちょっとあんま納得いくプレーじゃなかったなって変えて、スパイクも変えたりします。でも俺もなんか前の試合で点取れたスパイクは前半とか履くようには、ちょっとなんか俺一応練習を前半後半でなんか靴伸びんの嫌だから全部分けてるの、前半後半。後半もし、そう、試合取ったのは前半に次の試合入ったりはするけど、でもそれもあんま忘れちゃってることもあるから覚えてたら。続いては、2人の学生時代の思い出。小学校も学生でいいんですかね。小学校の時、もう俺が本当リアルジャイアンだったの。もうそう、本当に影でリアルジャイアンって呼ばれてたのをすごい、あの成人になってから教えてもらったぐらい、マジジャイアンで、でうちの学校小1から小6までクラス替えなくて、で担任も変わんないみたいな、もう本当に運命共同体みたいなやつで、でも一回さ自分のポジション確立したらさ、まあもう不動じゃん。で5年生の夏ぐらいまでもう超不動のジャイアンだったんだけど、あまりにも徳良のなんかもう行いがひどいみたいになって、クラス44人いたんだけど、ある日の、ホームルーム、徳良の、なんだろう、被害報告の会みたいなので、してもそう、なんか、はいとか言って、一人一人、なんか、徳良にやられた嫌なことを発表するみたいな。で、それ、要は、多分何週間も前から、もうみんなで口裏合わせてて、もう、これみんなで行かないと、多分もうこれは覆せないみたいになって、そう、小5でクーデター、小5でクーデター。すごい経験ですね。で、転覆した。もうそっからもう落ち着いたんですか？そっからそう。で、落ち着いて、なんかちょっとは人の痛みが分かるようになって。なんか言える範囲でどんな嫌なことをしてたのか、なんか陰湿なじゃなしに、俺もとにかく負けず嫌いだったから、例えば、本当にサッカー休み時間やってて、自分のチームの選手がミスとかしたら、そいつのことを。ボロクソを言ったり、そのクラス対抗を大縄跳びみたいなので、まあ運動神経悪い子もいるじゃん、なんか絶対毎回引っかかる子が、まあ女の子にいてもその子とかもケチョンケチョン泣くまでなったり言ったりとか、まあ本当そういうのの
積み重ね多分ずっと溜まってたんで、そう溜まってた、それが爆発したんです。そうすごいな。ヤスとかもずっとおとなしい感じ。あ、だけどこんな感じですね。で、泣き虫でした。あ、そうなの。小中へ、はい、で、中学校の時はもうなんか泣き虫でビビリのくせに、うん、先生に反抗とかも出してました。お、そうなの。反抗して、まあ、当時はもうあったんで、うん、で、もう泣いて、うん、で、家でお母さんに泣きながらめっちゃもう学校辞めたいとか、サッカー辞めたいって言うと、お母さんとお父さんからもなんか私立行かせてもらってたんですよ。で、何のために行ってんのみたいになってめっちゃ怒られて、うん、お、そう、まあ、学生じゃん。いや、1週間走りっていうのもであります。なんか1週間ずっと走りなんですよ、うん、もう練習とかもなくて。でその理由がなんか日曜日に試合があって、その練習場にボールを忘れたんですよ、1球だけ。で、オフ月曜休みで、その日になんか噂でなんか明日からずっと走りらしいよみたいなっていう噂が回って、本当にそっから1週間だったんですよ。マジで。その走りのさ、メニューもまあまあきつい。めっちゃきつかったです。あ、そう。まあ笑い話になったんですけど、まあまあまあ、まあ、その当時は本当にもう毎日走りで、きつ、本当に嫌です。え、静学でも、静学でもそんな走りあるの？めっちゃ走りました。それが思い出かなって。1週間ずっとボール触らず走り、陸上部です。あ、そう。すげえね、やっぱ高校サッカー違うよ。ここで木本選手、お助けカードを発動。徳良健太、今悩んでいること。悩んでることはやっぱ娘がお嫁に行くことだね。そんな、ね、何歳ですか？考えますよね。いや、考えるよ。なんか自分もまだいないですけど、うん、なんか確かに想像したら、なんかちょっと自分みたいな、こう彼氏とかですね。だから結婚式とかもさ、なんか今まではまあ新郎側で、まあ、もちろん呼ばれてさ、お祝いムードで行ってたけど、はい、子供生まれてからはやっぱなんかお祝いとは別に、やっぱあのお父さんの涙とか、バカ共感しても、なんかそっちで泣けるみたいな、全然他人、でも知らない人じゃん、まあ奥さん側は。それで泣きそうになる。仮に彼氏をじゃあ家に連れてきたとして、どんな彼氏が嫌とかありますか？例えばなんかちょっとこうレースみたいな軽いような感じの人とか、それ家来るってことは、それ相応のさ、まあまあ、やっぱ準備期間があって、あったらチーズは嫌かも。そのなんかいきなり街中でばったり会って、バタバタしてあみたいなんだったら、まあまだわかるけど、家めがけて行きます。そのいきなりさ、ここでもドアでパンって来たわけじゃないじゃん。まあ確かに。道中さ、いろいろその娘と話した上で、お父さんこういうタイプだよみたいなの分かって、チーズは嫌だ。一回ちょっと電話をさせるけど、まあ前提としてその、まだ早いけど、娘が好きになる人だったら応援はしてあげたい。セレッソの中の選手だったら誰がいいとか、お金持ってそうな器用。お金には勝てない。でもナオとかもなんかいいかも、そのなんかドンと。アユムとか絶対やだ。アユムもこっから5年、10年、まあそうだね、落ち着いてきて、なんかそれも気になりますよね。確かに。アユムの、まあ、伸びしろはあるよね。人としての幅の。この続きは来週のセレチューブで。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いマジで。子供生まれたらもうなんか存在価値なくなるから。